青梅田企画、お疲れ様でした。いけないんだ今日は。はい、そうです。なんでないかっていうと、本日僕が休暇日でございます。そうです。そんな作ってるんですか。はい、一応ね、週7で飲んだんで、8日目は休もうと思って。1週間って7日なんで、休暇日作るのは7日のうちに作ってる。今日お酒ではなしに、プレイが青梅田企画を振り返っていければなと思います。はい。ただその前にですね、もうめちゃくちゃ視聴者さんがね、嬉しいご報告があります。あ、青梅田企画の時に着てた T シャツがね、完成しました。おー、はい、めっちゃいいでしょ。めっちゃいい。そう、グッズ販売のための準備が整ったということで、白と黒2色展開になっております。はい、いや今回はね、青梅田企画の記念ということで、普段から着るっていうよりも、もう本当にがっつりグッズっていう感じの、可愛い感じに仕立て上げました。めっちゃ可愛いね、本当に。一人一人特徴あるからさ、青梅田企画の説明書にめちゃくちゃね、こだわってイラストを作らせてもらったんで、ぜひ買ってもらえたらなと思います。俺のこれ、これなんですか、これ。え、これは何なんですか、これ。は、うむみたいなやつは。へっ、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 そうそうそう、お前のへっ。でもね、エイの尻尾ね。そう、エイの尻尾。生地はスポーツ生地っぽいんで、まあ、パジャマにしてもいいし、それこそなんかスポーツするときに着てもらってる。で、青梅田企画で使ってたのはここまでなんですけど、もう一個新しいグッズを作ってみました。何？見せてあげてください。こちら、じゃーん。めちゃくちゃ可愛くない？これ。可愛い。タオルね。さっきのイラストがいろんなところに散りばめられて、エンドレスと真ん中に入ってる感じですね。今回ね、この T シャツの値段が白黒両方とも5000円になります。おーす。でも税込みなんで5000円ぼっきり。タオルの方が2500円。このクオリティで、これも税込みです。あからさまだな、さすがに。この税込みで7億とかかと思ってた。7億、やば。もうちょっと高いな、3000円だと思ってたみたいなやつです、販売期間が9月の10日の18時半から売らせていただきたいと思います。わかります。動画上がる時間ね。動画上がる時間で、そこのね、概要欄にもリンクが貼ってあると思うんで、そこから飛んでいただければと思います。これは早い者勝ちですか。早い者勝ち。これね、ほんとね、いや枚数少ないの、ほんとに。やっぱりね、印刷とかも時間かかるんで、なかなかね、大量生産できなかったんで、前回売り切れちゃってるから、もうほんと早い者勝ち、なるべく早く購入していただければ思われます。その日のね、悩み事はもう有給取っていただいて。有給その日だけは金出てるじゃん。見れると思うから。これでこうやっても来てるのかね。モデル来たよ。モデル俺です。終わりやん。なんで売上落ちる。もうバカバカバカ。視聴者ほぼいないじゃん。バカぜお前、バカぜ、バカぜ、バカぜお前。どこ行くぜ、バカぜ。まあそんな感じで概要欄から見てみてください。お願いします。次元。まあグッズの説明も終わったんで、あとは本当動画企画振り返っていきましょうよ。はい。何やってんだよ。いや、じゃあバカゼにじわじわ。今回ね、大型企画100キロトライアスロンということでね、全員おのおの違う種目でやったんですけど、朝4時集合。集合もっと早いよ。2時に起きた。2時だよ。2時起きか。4時半ぐらいに着いたんじゃない。そう、4時ぐらいに着いたんだよ。4時ぐらいに着いたんだよ。4時10分発。どこ一早かったんだよ、朝。くそ早いよ。まだ夜だったもんね。あれ夜だね。まあ鎌倉集合して、1層目が2人組か、コバハジペアね。おーい。でも今初め来てもらう。そうだね。本来第1層僕たちです。よろしくお願いします。第1層は鎌倉駅からチャリンコで60キロ走りました。はい。すごい。えぐいよね。声を大にして言いたいのが、チャリンコね、ロードバイクじゃなくてママチャリのチャリンコね、20キロ地点のデニーズまで行ったんだけど、その時のカメラマンが言うと、朝4時からね、チャリンコいだんですよ。人生初かもしれない。マジ真っ暗だった。予想で言ったらさ、気持ちいいんじゃねって思ってた。朝方で暑くなくて、しかも海沿いで、そうそうそう、結構気持ちよく走れるんじゃねっていう予想だったんだけど、そういうわけではなかった。正直最初の20キロは気持ちいい。めっちゃ気持ちよかった。気持ちよかった。辛いとかは別にない。だってまだ火出てないからさ。ああ涼しい。わりかし川島ブースト、あれ本編では1回しか公開されてないんだけど、あれ本編でもう1回やってっからね。坂道全部行ってたもん。坂道全登りしようとしてたから。俺あそこめっちゃ好きなんだよね。エンタメってどうやってやったのって。いちいち他の人来たらやばくない？違う。何それ。偉人たちやめないよ。偉人たちは普通レコルトでさ、見えた方がいいなと思ってやっただけだから。
これね、遅いな。いつ。いや、無人だけ終わんねえなって。タティパート変わってからだよね、問題は。急な坂道の出現。そう。あの辺からずっと上りだよね、そう。ほぼほぼ。なんかバグってくる。これ平地かなって思って、そうちょっと上がってるんだよ、やっぱり。しかもさ、動画でさ、見た感じさ、平地に見える、めっちゃ見えるんだよね。そう、平地に見えるんだけど、ほぼ上りだから、あのパートは。で、俺んちよ、で、一回。ああ、前ね。実家ね。ラーメン屋で気になったら、ライザッパー、なんか首かしげ。行けよ。お前、目合わせて首かしげって。ライザップは、あの、念入りに、あの、練ってたんでしょ。あんま裏側言うね。念入りに練ってたボケライザップ。3回見て、やめろって言ったでしょ。お父さんからそれ言われて、やめろ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 、おい、出てねえよ。もう営業妨害だぞこれ、お前ら。そういえばなんだけど、コバ恒例の中寄り道飯みたいなやつ、実はタティパートでちょっと悩んだんだよね。ナビ見てどっか寄ろうかなってなってたんだけど、良さげなとこがなくて、で終盤に吉野家だっけ、好きやかな、好きやか、残り3キロとかにあったんだけど、ちょっと押してたんで、そう、時間押してて、押しすぎてて、いつもより、だから断念しました。許容じゃない押しだもん。許容じゃない押し、前までは許容だったけど。毎年行ってたっけ。毎年行ってる。うわ、じゃあ途切れたやん、お前。途切れたの。去年とかも全然時間押せたけど言ってたよ。そう、いや、なんなら一番最初が本当にだって初めが思ってたんだから。あ、そっか。めっちゃ疲れてたな、なんか。そうね、だからまあ余裕なかったんですよ、ね、余裕ない、なんか。でも俺パートやばくなった。スカイアパートはめっちゃ最初最高だったよね。そう、ほぼ全部ぐらい、あ、そうだ、タティがカメラ盤で登った分が全部ぐらい。そう、マジ2、3キロずっとくるじゃん。お前らこれめちゃくやん。うざかったよ、結構。野球部の軍団みたいなバス乗ってた。ちょっと見て、うるしじゃん。そう、気づいたらしい。チャリンコ乗ってたんだよね。すごい。だからこうやって飛ばす。間違えたでしょ。後半太もものきつさがやばいね。太ももの方が強いから。泣きたくなるぐらいきつかった。サブチャンでね、その走者誰がどれ乗るかっていうのを決めたんだよね。そうそうそう。1位でチャリ選んだんですね、コバたちは。けどまあきつかったね。きついね、あれは。まあでも思ったより初めが焦げた。俺のイメージ。40キロ付近で。遅くなるかなと思ったけど、思ったより超えた。はじめやんなよ、結構動ける出るな、こいつは。でも、はじめ、チャリって決まった瞬間、ダイエットやめてたもん。ダイエットショッピングだ。あんま言わない。あ、そういえばどうだったの、その、マスクなしの、発音は。マスクなしね。え、しょうがないって落ちたね。そんなきついんだ、やっぱり。いや、マスクやばいっしょ。やばいね。ほんと、厚さがないよね、やっぱり。いろいろ覆われてるんでさ、それが本当に楽でしたね。なるほどね。まあ、チャリンコはね、楽しい。辛いけど後半、いや本当夏休み感、それがめっちゃ良かったです。電車でどっか出かけてるみたいな。え、長旅。ああ、なるほどね。長旅な。中学生とか小学生の時にやった感じ。楽しかったわ。はい。ナイスバイセン。ありがとうございました。ナイスバイセン。ナイスバイセン。ナイバ。第2走目、キックボード秋田ペアでーす。よいしょ。うわ、マジか。本当、大型企画史上初。まあ自転車もそうだけど、キックボードという未知なものをやったんですけどね。未知だったね。どうだった、その20キロ経て。あ、やっぱきつかったね。きついんだね。きついはきついでしょ。でも行けてるってことはないより楽だよ。確かにな。俺的に今までの大型企画で一番楽だったかなって感じだったよね。キックボード当たりか。当たりだったかもね。やっぱその20キロの終わるのが、やっぱキックボード走りよりキックボードの方がもちろん早いやん、だから早く終わったらって感じ。進むもんね、まず、進む、やっぱり俺らが想定してた荒れ地がなかったからね、ちゃんと整備された道路だね。そうだね、したいって言ってたもんね。そうそう、確かにじゃんけんだったら最下位だもん。そう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 、チャリよりももしかしたらキックボードの方がありえるね。ありえるよね。俺らのキックボードだから健吾の方が辛そうだったもん、最初の感想。チャリね、そう、チャリ、あいつ泣いてたもんね。泣いてた、マジで。知らなかったんで泣いてた。山道だったからさ、カメラも大変だからさ。大変なんだよね。ほぼ後ろの画角しかない。カメラだって無事言うてたもん。いっさ彼女画角悪いな。厳しい。誰、カメラも誰画角悪いな。厳しい。てか、だって中間地点俺らさ、ご飯食ってたじゃん。で、ご飯食いよってローソン行って待つかっていう感じだったのに、あそこに来たから、ね、本当にびっくりした。まあよかったよ、とにかくやりきれて。今年は完走できました。よかった、本当に。キックボードで
チャリでも走りでも飛びたいし、確かに走りは絶対思って、走りはやばいな。いや、ランは絶対無理だよ、心折れるよ、絶対。あれは3キロで折れる。もはやキックボードでよかったって思ってる、正直。いや、神様いるね、やっぱり。いるいるわ。ちょうど暑くなったね、やっぱ俺ら12時。そうね、結構暑かったでしょ。暑かった。ってことは、やっぱ暑さは別に大丈夫だったんですよ。いや、物によるってこと。だからもう、走るのも嫌だったてくれた。じゃあ、牛タン食べれ。後半のセブンイレブンらへんはマジで暑くて結構きつかった。いや、きつそうだったよね。あれは普通にきつかった。俺が後半のカメラマンやったんだけど、うん、やっぱ後半の後半残り5キロぐらいなんかちょっと怪しかった部分は多々あった。やっぱアキトが先行くから、うんうん、何先行くだってカメラ追えないレベル先行く。いや、もうすごいマジで気が早いわ。上り道バーって行って全然来ないから一回降りて、そうで、カメラ貸してっつって俺がめっちゃバーって行って俺がこっちから撮影する。で、今回はね、アキトがマジで早かった。俺いなかったら多分お前本当にもう30分巻いてる。すごい早かった確かに。めっちゃ早かった、こいつ。ほぼ俺に合わせてくれたってあったけど、本当にね、いいペースメーカーでね、俺もそれに ついていきたい気持ちがあったからこそ頑張りました、今回は。もう感想できてよかったね。アキトじゃなかったらダメでした、今回は。だから、お前は去年のもう困るんだよ。はっ。あ、そうそう、あれはコマがいい。はっ、去年あるしかあれはあれ、いや、リアルな歯です。マジでガチ歯。イラッとした歯でしたよ。はっ、中間生のおばちゃんがお茶くれたね。いや本当だ。俺会計した時に何してんのって言われたから、山田湖まで走ってくるんですよ。それはまあ絵だよ。めっちゃいいと思う。ありがとうございました。飲んだよ、飲んだよ。何なんだろう、力めちゃくちゃつけてね。こう飲み終わった時にめっちゃ唾液出れそう。めちゃれー。まあそんな感じで無事完走できましたと。ありがとうございました。はい、最終組でーす。最終組さ、思ったんだけど経験したことないのお前だけだよ。そうなの。二人三脚の時にやった前回やった。そうそうそう。あ、そっか。そうだから、コバだけ来てないんだなって思っただけなんだけど。俺だけやってないわ。だからワンチャン来年はね、あるよ。今から来年の言葉考えて。じゃあ来年やんの。あれやんないの。やんないっしょ。なんでやらないっしょ、来年も。早っ。まあ、俺らは本当にただきつかったとしか言いようね。あれはやばい。もう本当にすごい。きつさで言ったら、道中は過去一きつかったかも。きつかったですね。やばい。本当にないよ、平坦な道なら。ない、こんな。それこそだから、はじめが最初にカメラマンだったけど、ついてこれなかったもんね。うん、まず一切ついていけなかった。はじめからしたらね、60km から70km に坂道みたいな感じ。そうだよね。しかも、足パンパンの状態で。自分たちの坂道とは気にならないっす。長さがね、うん。俺ら、車組でさ、うん、その運転して先回りしてたじゃん。うん、めっちゃ雨降ってきてるじゃん、うんうん、この中走ってんね、やばって本当に思ってたもん。無理だろ、マジと思って。で、雨降ってきた瞬間、俺心の中で、あ、主人公やな、俺。この動画の主人公、俺らやん。俺はもう熱中症なくなるかなと思って。そうだよね、だった俺は。それもあるよ、うん、でも服は重くなるし、重くなる。走った時の靴気持ち悪いし、ね、そう、あれきつかったよな、うん、大雨すぎたよ。俺とお前がクローズのモノマネしてるときが一番きつい。めっちゃかっこいいシーンで作られてたんだけど、なんかこんなんで歩いてくるシーンが一個あんのよ、雨で。あのクローズのモノマネしてボケてるシーンなのに、めっちゃかっこよく歩いてる。変わりました。あの時はウォーターストライドできたよね、あの坂道で。あ、できたできた、うん、雨強すぎて。いや、持ってきやがったら失敗した。俺らのパートはでも、まあ、印象的だったのは本当ボケすぎたなっていう。そう、そうだね。序盤はもうあの動画使われて22倍はボケてる。マジ本当に。未公開集上げるなら多分それで動画時間の半分埋まるんじゃないかなって思ってて。空気がだんだん薄くなっていく感じ。ああ、うんうんうん。まあ、息切れがすごい早かった。うん、そう、ね。標高あったよね。ジパートもアキトパートも同じぐらいきつかった、ね。うん。アキトめっちゃ早い、チャリ。アキト早い。マジやばい。本当に俺挫折するんだと思って。変わってほしかった、本当に。マジで言うか迷ったし、マジ全然俺、あ、これ俺多分無理だわ。まさかのね、初めの挫折で。本当にヤバかった。それぐらい坂ヤバかったよ。近かった。近かっ
機械が編み出したなんかさ、めっちゃガン出して歩くみたいな。あったね。あれは良かったよね。あれ良かったよね。8割ぐらい走って、で夢見えるでしょ。そう、途中に幻が来るんだよ。8割で走ってると、なんかね、足掴まれてるって。急に重くなる瞬間があって。わかるわ、めっちゃ。その瞬間からちょっと頑張って歩き始めるんだよね。そう。で、回復したらまたガン出せるみたいな。クワがするよね。走ってるのになんか。夢の中みたいな。走ってるってスローモーションなんか。前すんねえじゃん。そうそうそう。だからなんか。それに飽きついてくる。全然ついてくる。うざい。本当にうざい。これサンドリー。お前のせいでね、俺らあんま頑張ってないんだよ。違う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 。おい、かお前ら、お、まだいけんのかよ。いや、さすがに一番きついのはこいつらやったろうなと思って。俺はさすがにそれを収めなきゃっていう。カメラマン先行ってさ、撮影するパートとかあるじゃん。あるね。あれももう、グイグイ行くもん。やばい。本当に。逆にめちゃくちゃ待たせたよ。ラジオ待って。そう、俺先に行くのも待って。で、こうやってって、はじめを越して、はじめが来ないから待ってね。でも、ま、待つのはあれだからさ、冷えるじゃん。うん、ちょっとずつ進むんだけど。それもちろん。ちょっとずつ進んでも、はじめもちょっとずつだから、全然追いつかない。待つしかないんだ。いや、本当に、過去一きつかったんじゃない？いや、過去一きつい。体はもう過去一しんどかった。こんなにきついと思ったのはないね。だって1年目めっちゃきつかったわけじゃん。超走ってさ、うん、疲労骨折ぐらいまで。あ、そうね。あの時のがだから体は痛かったんだけど、うん、止まってないからほぼ、うん、ただもう止まんないと走れない距離であの道だった、うん、歩かないと無理なんであれ超えれんのって感じじゃない今回の大ベタ、うん、マジあのきつさ超えられんのマジでそうってぐらい頑張ったんだよ。いや山は舐めてたね。ほんと山舐めすぎたね。山の神って本当にヤバいの。いや、すげえ。てか、ゆうたもすげえ頑張ってたね。頑張ったよ。うん、よく地下でついていけたなと思った。そう、常に地下が前にいたから、ついていけばいいなっていう感じだった。でも何回も釣りかけてたじゃん。何回も後半緊急回収だよ。釣りかけてたから。危ない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 。で、止まってストレッチだよね。そうそうそう。無事、山なんかこうもついてね。あー、よかったね。雨も止んでね。そうで、帰りにいつもラーメン屋行って、ラーメン行ってラーメンすって帰ってくると、帰り道の車の中でメニュー決めてたからね。食い出せる、ね、食い出せる、ね、調べてメニュー調べ て, 調べてでもあれで結局帰ったやっぱ現場行くと現場の香りがあるからやっぱ帰っちゃう。まあね、来年も何かできたら、まあ、こういう大型じゃなくてもね、何か大型をやろう。何か大型をやりたい。大型はやっぱね、やっぱ続けていきたい。動画見たら、でもさ、コメント欄見たらやめらんねえと思った。そうなんだよ。概要欄書いたんだよ、今年、うん、書いたんだけど、書いちゃった。来年もやるんです、うん、今年は初めて編集任したんだよ。あ、そうそうそう、うん、すごいね、編集しちゃって、うん、あんだけ寄せれるんだと思って、うん、来年も期待してもらってって感じだよね。そうだね。まあ頑張ろうや。どんな形かわかんないけど、うん、大型企画はこれからも続けていきたい。やろ、マジで。だからこれからもね、こういうきつい企画をやっていくんで、ぜひともね、チャンネル登録をして俺らの応援をしてもらえればと思います。お願いします。来年も、再来年も、その次も僕たちがね、生き残ってれば頑張り続けましょう。はいはい。で、概要欄の方にね、グッズの方もね、あるんで、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。今日も見てくれてありがとうございました。概要欄からグッズの購入ができるので、今すぐ買ってくれー。みんなー頑張ってー。